あー、メタルが合わねえんだよな。買って早々？そうなんすよ。あれでもこの前特大打ってんじゃないですか。まあ打ったんだけど、あれはもうストレート来ると思って決めつけで打ったから。はいはいはい。実はですね、分かった原因がこれね、しなりすぎてる関係で俺がうまく使えてない。バットこれしなるわけ、すごく分かるかな。いや俺実は使ったことがないから。まず写真 あるかな。この時点でもうこれが後ろたわむわけよ。たわんでここら辺でこう前に行くわけ、こうやって。それが多くて全然打てない、難しくて。俺これこういう現象同じだなと思ったのがモンスターブラックキャノン MM23 はそう思った。大体あれってさ、このバットのここの細さあるじゃないですか。細さ、細いでしょ。でここにプラスチックのやつがあるわけね、なんとかっつうやつで、これがあって初めてここと同じいい感じのこの何滑らかな感じになってるじゃないですか、はいはい。でこのプラスチックのこれがなかったら多分ここの部分も多分ここと同じぐらいの細さなんです。カタリストみたいな細さになるのかな。そうだね。レガシーを見てみると分かる、ないのよそれが。だいわゆるほらよーく見てね、見てもらうとウレタンの部分の、そう、このゴムの部分の下のところにこのプラスチックがあるのとないのがあるんですよ。俺の中では、俺の感覚ではこのレガシーの方がたわみづらいからちゃんと捉えられる。はいはい。でもこのメタルの方はたわみが結構強いと思うんですよ。やっぱ飛ばすのとちょっと重いっていうので、重いからさ、しなりをつければうまく飛んでいくでしょみたいな、軽くでも飛んでいくでしょみたいな意味だと思うんで、多分これ細いのよね。このプラスチックの部分まで細くて、ね、でこのプラスチックでうまく形状をこう滑らかにしている感じするんですよ。まあ俺のバッティング的にしなりすぎちゃうんですよ。だからちょっと合わないなっていうのがあって、だいぶ苦戦してます。とあとバッティングあれっすよね、スイングのタイプにもよりますよね。そうだね。ヒッチコックが多分好きな人は合うんじゃないかなって正直思う。そうっすね。これ合う人はいいと思うよ。あの後世なんかいいと思うよ。うんうん、後世なんかとか真渕さんとかも多分合いそう。そうそうそう。俺の場合はね、振りが遅いのかなと思ったことがあったんだけど、まあ遅いのも遅いけど、まあ、そもそもそのスイングバッティング法を変えれば問題ないと思う。多分この間もほとんど多分詰まってたんで、全部詰まってる。まあヒット打ったけど詰まってヒット打ったような感じ。本当に特大ホームラン打ったあれは本当奇跡。あれはもう来ると思ってもう早めに出した。早めに出す能力があれば使えると思うんですけど、そもそも俺にその能力はねえし、俺が思うにこういうしなり系のバットっていうのは近くで打つってよりかは、振った時にさ、こうやバット変える瞬間あるじゃないですか。変える瞬間、この変える瞬間で当たるといい。変える瞬間がいわゆるこのバットのたわみがこっちに行って、どこからこっちになる瞬間、はいはい。あ、いわゆる令和スイングだね。まあ一押しじゃないけど、ね、そう、このこっからこうなる瞬間が大体前の方、そこで当たるといいと思うんですけど、このバットのせいではないです。俺が下手なだけ。俺が下手なせいで変える前に当たっちゃうってこと。だからもっと早く振るべきなんだよね。ちょっと引き込みすぎっていうのが原因でちょっと合わないかなっていうので、今もうこれ手放そうかなと思って、もう俺には無理だったってことで、これもうバット手放そうかなと思って今検討してるとこなんですよ。確かに MM も翔平さん合ってなかったもんね。そうなんだよ。モンスターブラキの時も言ってたけど、やっぱこの前で捌く、この前でっていうかこの変える瞬間に当たれば飛んでくるんですけど、それができる確率って1試合のまあ3打席あるとしたら何回なんだって話なんですか。まあそれこそ前で捉えるってことは指導ちょっと早くしないといけなかったりとか、そうとか、まあスイングスピードもそうだけど、構えよ、そもそもいかにここで打てるようにする、この前段階でどう出しやすくするかとか、そういうとこも、まあ、ってなると、まあ変化球の対応とかもちょっと難しくなるだろうし、そう、翔平さんがどうとかじゃなくて、俺的にはスイングのタイプかなって思う。タイプが違ったかもしれない。だから普通にこっちのレガシーで打つ方がスムーズで振りやすいかなと思うんで。でもちょっと劣化してるっちゃ劣化してる。マックスのこの X ちょっとひび割れしてる。あとこの水田のこのマークの部分もちょっとひび割れしてるんで、はいはい、劣化っていう部分ではちょっとメタルの方がいいと思うんですけどね。なかなか結構劣化してるな、よく見たら。あ、もう2年か。
ちょっと見てもらっていい？あーしてる。塗装割れっていやひびだな。結構ない？表面が剥がれてる、ね、っていう、まあ合わないっていう話でした。特に合わないってだけで、バットが悪いわけじゃなくて俺の実力がないっていうところで、あとはそれをね俺解消したくて、どうしたらいいかなと思って、そしたらたどり着いたのはこのグリップ。まず1個グリップ SSK のイオミックつけました。でイオミックっていうのはいわゆるこのスプレー、松屋にスプレーいらないっていうぐらいこう滑らない、滑りづらいっていうので結構こう話題になった。俺はそれに松屋につけます。松屋にをつけてベタベタにした後にバッテも重要、バッテもきついやつ、ほんとこう動きがないやつを使うことによって、バッテ手袋の中はもう中で動かない、密閉状態、手袋の中で動かないっていうのと、手のこのひらでしっかりグリップ持てると、ずれないと、プラスで早めに振ると、この3点セットでいけるんちゃうかなとは思います。最近はスプレーするようにしてずっと、意外とこう手の中でこうずれない、振る瞬間にやっぱこうずれて、で上がる、ずれるんですよ。それがね嫌で、例えばさ濡れてる時あるじゃん、雨とかで、その時ってさたまにバットを放り投げる人もいるじゃないですか。やったで一回大雨の時にやる時あるじゃないですか。その時にやっぱ手のこのバット握ってるこれってやっぱ重要で、ここにちゃんと当てるのに、ここの視線の部分がブレてると当てたくても当たらないっていうところ、しっかり持つことによって当てたいところに当たる、そういう風に考えました。それを意識してやろうかなっていうところです。まああとバッテの件に関してはそれが正直言うと普通っちゃ普通だからねって。まあもちろん普通だから、中にはさもらったからつって合わないで使ってる人もいると思うんで、正直良くないよね。まあね、ちゃんとこうぴったり合うやつの方がいいですよってところも、お伝えしておきます。まあ、バッテと靴スパイクに関しては本当にサイズ合わないと、そう合わないと靴ずれも起こるし、ちゃんとしたこうパフォーマンスができない、だったら裸足の方がいいぞと。まあそんな感じで、といったところで今回はねメタル合わねーっていうお話でした。まあ個人的にね改善していこうかなと思ってはいます。本当にこれは上級者向けだなと俺は感じました。まぶちさん向けじゃないかと思ってましたよ。まああと塚さんとかね。そうだね、塚さんも、塚さんもでもちょっとこう突っ込んでホームランやってたからな。まあでもそれが前で捉えてるっていう認識になるのかもしれない。そう、それはちょっとね俺も目指したいんですよ。できればこれでホームラン打てるんじゃないかなとは思うんで、できればちょっと使いたいなと。また近況報告します。はい、というわけで、この動画は終わります。メタル合いましたっていう報告ができたら嬉しいですね。ではチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。そしてインスタグラムも新アカウントでやってますので、ぜひもチェックの方よろしくお願いします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。